クリスチャンメイトプリシッチはアメリカ合衆国ペンシルベニア州ハーシー出身のサッカー選手プレミアリーグチェルシー FC 所属アメリカ合衆国代表ポジションはフォワードミッドフィールダーアメリカで生まれイングランドでも幼少期を過ごしたため第一言語は英語で自身の名字の発音は英語読みのプリシックしかしクロアチアにルーツを持つためか 日本ではクロアチア語読みのプリシッチがメジャーな表記となっている。祖父がクロアチア出身、1990年代のインドアサッカーのプロ選手であった父のもとにアメリカ合衆国のペンシルバニアで生まれた。そのためクロアチア国籍も取得している。7歳の時に1年間イングランドで生活し、ブラックリータウン FC のユースチームでプレーした。 ドイツのボルシアドルトムントは早速獲得を打診し、2015年2月、父親と共に、ドイツへ渡り U-17 ボルシアドルトムントと契約した。それからわずか、半年後の7月には16歳ながら U-19 に昇格し、さらに半年が経過した2016年1月、トーマス・トゥヘル監督によりドバイ合宿に招集された。 2016年1月30日に行われた、ブンデスリーが第19節の FC インゴルシュタットレイヨン戦で、アドリアン・ラモスとの交代で17歳133日で、ブンデスリーがデビューを果たした。トーマス・トゥヘルの下でブレイクし、一躍、ドルトムントの中心選手に踊り出た。2018から19シーズンに、リュシアン・ハーブルが監督に就任すると、 怪我の影響もあって、出番が減り、リーグ戦20試合の出場に止まった。2019年1月2日、チェルシーは、ボルシア・ドルトムントとプリシッチの完全遺跡で合意したと発表した。シーズン終了までドルトムントに、レンタル遺跡の形で残留し、2019から20、シーズンからチェルシーに合流することになった。プレシーズンでは、 背番号24番を着用していたが、2019年8月3日に、背番号は22番になることが発表された。ウィリアンが2018から19シーズンまでつけていた番号を引き継いだ。その夏にチェルシーは、エースのエデンアザールを放出していたため、ポストアザールとして期待されていた。しかし、ベンチスタートが長く続くなど、出場機会に恵まれず、 10月には加入早々ながら、冬に移籍するという話題が浮上した。2019年10月26日、バーンディー戦で移籍後初ゴールを決めると、その後2ゴールを決め、同試合で、クラブ史上最年少となる21歳38日での、ハットトリックを達成した。FA カップ決勝のアーセナル戦では、ジルーのポストプレーから、先制ゴールを決めたが、負傷交代を強いられ、 チームも1から2と破れた。2020年9月10日、2020から21シーズンより、ウィリアンが着用していた背番号10番を着用することが発表された。ジョーコールや、フアンまた、エデン・アザールが着用していた番号である。2021年5月30日の UEFA チャンピオンズリーグ決勝にも途中出場し、アメリカ人選手としては、 初のチャンピオンズリーグ決勝戦出場、初優勝を経験した。2013年に14歳で U-15 アメリカが州国代表デビューを果たすと、そのわずか2ヶ月半後には U-17 同代表に飛び級で招集された。2016年3月28日のワールドカップ予選、クアテマラ戦で A 代表デビュー。 同年5月28日のボリビアとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。